はい、ここは石川県の会場です。旧式前です。石川のいいところ教えてもらえませんでしょうか。もしくは方言。方言教えてあげてください。私富山なんですけど。富山のいいところも言いましょう。じゃ あそう、はい、富山連峰。富山連峰ホタルイカ、うん、めっちゃ出るじゃないですか。柴田理恵。柴田理恵、八村塁。今富山に押されてますけど大丈夫ですか。石川の方は松井秀喜はね、松井秀喜はね、世界、うん、世界お魚が美味しいです。やっぱ八幡ラーメン、八幡八って書いてあるラーメン屋で、某三枝心さんがアルバイトをしていたって噂もあるっていうラーメン屋さんです。あ、そうなんですね。あ、買いてあげました。なんだっけ、香箱美味しかったです。でそれがおすすめということ で、はい、でこの後皆様のティーショットを撮っていきますのでよろしくお願いします。はい、はい、おーい、どうしようかな。黄色旗でね、いきますね。おー、お力強い。じゃあお願いします。お願いします。おー、いい振りだ。はい、ここです。おー、完璧です。わー、まっすぐ。ナイスです。おっ、 OK。ナイスショー、完璧。ナイスショットです。わー、いい。ちょっとなんかかっこいいな、このフリル。ナイスショットです。いってらっしゃい。北陸、また石川のいいところ。やっぱり海の幸も山の幸も美味しい。山の幸もね。山の幸ってキノコ。キノコが結構キノコが美味しいんだ。食べなかった昨日。舞茸の天ぷらは僕がいただきました。ああ、しもこしっていうキノコ。しもこし。はい。へえ。とても美味しいです。どんなのでしょう。私は出身は神奈川県で今茨城に住んでます。茨城から来たの？石川で移動して今住んでますけど。会いに来てついでにこう。ああ、いいね。ゴルフやろう。旅行がてら的な。私が行ってるジムがめちゃ安い。おお、いいね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 。いくらですか、いくらですか。月3000円。おお、安い。めっちゃ安い。はい。小松製作所、ブルドーザ ー、それと小松空港。小松空港、ブルドーザーはぜひ小松で。小松の昔の方言を教えてあげる。雪が降るとね、円蔵にごぼる。え、円蔵にごぼる。雪が降ってるよっていうのを、そう、側溝とか道具に雪が積もるでしょ。そこに足がズボグボッと入るのを円蔵にごぼる。あ、ごぼったとか言ってた。そうごぼった。何ですか。はまったとか。あ、はまったことごぼった。うん、ごぼったってなんか聞いたことある。へえ。昔の人しかもう知らない。じゃあごぼんないように。はい。わかります。おいった、いった。おいしょー。あ、でもいいのも振り跳ねる。あ、ちょ、そっちじゃない。はい、セーフ。おー、しょー、かっこいい。残ってます。地元のいいところ、はい、ゴシップゴルフ。ゴシップゴルフ、うん、それ私のお店。お店の宣伝です、はい、どんなお店ですか。まあ、メンズメインの服屋なんですけど、はい、40歳から今7年目47なんですけど、うんうんうん、ゴルフにハマりすぎて、うん、ゴルフウェアの専門のショップも作ったりとかして、すごい。リンゴルフ扱おうかな。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、兼六園、がやっぱ有名で、まあ、三大のうちの一つということで。三大日本の庭園。庭園、うん、そうね。ぜひ今だとちょうど雪吊りといって、木を保護するこう、あ、線こう線、うん、紐か紐みたいなやつがあるんで、うん、ロープ、はいはい、ここの冬場しか見れないんで、ぜひ。今日終わったら忘年会で温泉なんですよ。あー、いいなー。石川温泉も、温泉たくさんありますね。そうですね、
今日は片山津温泉というところに行くんですけど、温泉もおすすめでございます。はい、ありますね。おお、耐えた。おお、おいしょー。おいしょー。ナイスです。まっすぐ行った。ちょっと左。ナイスキック。あの若草四姉妹の若草四姉妹の皆さんです。長女です。長女です。長女です。三女です。四女です。同じゴルフクラブのメンバーの友達です。ゴルフ場の名前は。金沢カントリークラブです。方言は、はい、あります。方言、方言、金柑生々、金柑生々。冬の時期に道が凍ってツルツルな状態を金柑生々って言います。金柑生々だから気をつけてみて。そうそうそう、滑るよとか。鼻水じゃ言わないよね。金沢だけで、金沢だけだと思う。金沢です。金沢金柑生々。言葉ってありますか。今日のグリーンは金柑生々みたいな。あとはですね、金沢の女の人、あのバスに乗るときに先に乗ってくださいって言い続けてバスが発車できないっていう噂が。奥ゆかしいんです。奥ゆかしい、どうぞどうぞってずっとやってる。雪道でもあの一本道やったらどうぞどうぞって、うん、譲り合いますね。そうです、どちらかが。で傘が、うん、あの相合い傘でも相手の方は濡れないように自分濡れてもいいし、こうしてそんないい人か、そんないい人か。私は絶対に譲らない。よいしょー。ナイスよいしょー。ナイスよ。若草姉妹強いな。若草姉妹。よいしょー。強い。これはナイスよ。おお。若草強い。ね、クラブが結構ね、ちゃんとしてるんだよね。最新のやつ。今年のやつ。そうそう、うん、強いし、なかなかうまいし、うまいね、飛ばしますね。富山のいいところ。魚がうまい。魚がおいしい。山も海も。山も海も。さっきからずっと聞き続けている。とても住みやすい。とても住みやすい。僕の偏見ですけど、富山県民は石川県民と違って超まとも。めっちゃまとも、全然県民性が違う。真面目って言われる。真面目。富山のゴルフ場はゴルフ場の顔をしたもうなんかもう平坦なとこないとこだった。山って感じ。山ですね。へー、アップダウンがね、絶対上手くなりますよね。そういうとこは、ね、うん、平らなとこでやってるとね。みんなゴルフ場じゃないって言いますか。富山県はお魚が本当に美味しいと思います。一番美味しいお魚は何ですか。白エビだ。魚からのね。あの方言とかあります。ハラウイとか。ハラウイ、腹お腹いっぱい。ハラウイ、ハラウイ聞いたことないです。生々カチカチハラウイ、うん、生々カチカチだっけ。なんか忘れちゃった。私もキンキン生々だったか。何ですか、放送禁止。キンキン生々だっけ。分かんない。キンキン生々だっけ。なんかそんな感じだったよね。はい、はい、じゃあ T シャット行きましょう。頑張ってください。よろしくお願いします。左側の方ね。オッケー。オッケー。おー、いいんじゃないですか。オッケー。うん。一緒でーす。今のいいところ。山も海も。クソ、みんな同じ。山も海もあるところ。みんな言うよね。もうこれ正道寺で多分すごい出てきますよね。魚が美味しいね。あ、それは出てる。はい。ゴルフ場安いんじゃない。これいくらくらいですか。平日6、7000あれば大体回れます。うん、おお。土日は。土日僕土日知らないです。まあでも関東もそんなもんじゃないですか。その辺のところもある。ありますよね。いいとこ行ってんすよ、この人たち。あ、そっか。うん、いいところでも安いよって。いいとこでも安い。いいとこでも安いです。はい、そういうことです。私、地元富山なんで。あ、富山。富山のいいところありますか。茶をつけてください。茶語尾に。ラムちゃんみたいな。ダッチャ行ってくっちゃ。かわいい。言ってみてください。かわいい。かわいく言ってみてください。恥ずかしいな。頑張って、茶。かわいい。よし、頑張ろう。頑張ろう。めっちゃ飛ぶ。今、活用法としては合ってるんですか。あんま使わない。
可愛いだけ。いっちゃとか。いいよいいよ。いっちゃいっちゃとか。へえ、ちょっとわかんないな使い方が。この人東京出身ですか。はい、都会の方ですね。都会の方、そうですね。都会の人です。おお。これあかんやつ。大丈夫大丈夫大丈夫。ダメかな。おお。これは。おい。ああ。おお。完璧。完璧。ナイスショット。うまーい。ナイスショットです。ナイスショットです。はい。行ってくっちゃ。地元の。その真ん中で喋って地元のいいところを教えてください日本海が一望できる公園があります。公園輪島の方ですか。あ、全然河北です。あ、河北、はい、七塚中央公園。ガラガラ滑り台がね、ローラーになってるやつ、はいはい、ゴルフ場が安い。お、来た、あ、来た、おいくらくらいですか。平日やったら、はい、5000円もあれば全然おー回れるかも。お昼ご飯食べてね。土日だったら1万円ぐらい、ちょうどくらい、安いとかでも5000円とか、土日でスルーみたいな、うん、あ、それはいいわ。5000円は安いですね。方言とか硬い子やね、硬い子やね、純ちゃん硬い子やね、純ちゃん硬い子や、本当に嬉しいっていう感じ。頭が硬い。頭が硬い。あ、そっちじゃなくて。そうだね。お子さんとかの。ああ、お子さんとか褒めるときの。硬いねって。硬い子やねー。そう。へえ。それは言う。皆さんでお子さんに使ってみてください。はい。オッケー。おおしゃー。よいしょ、うん、真ん中っす。ナイスショット。よいしょ、いい、足つりそうだった今。ナイスショおでーす。野々市、ここまで20分で、あ、近い野々市、はい、手取り川取ってきたんで、取ってきた、取ってきた、はい、お酒美味しいかも。お、手取り川っていう名前のお酒もあるんです。うん、日本酒、焼酎、冷たく冷やして美味しいです。そうなんです。手取り川という日本酒おすすめだそうです。手取り川の他に天狗米、天狗米、うん、よく売ってる、よく売ってる。天狗米はね、うん、よく聞きますね。菊姫もよく聞く。ああ、菊姫。私は、ここから近く30分ぐらいで三河っていうところ出身なんですけど、三河、はい、フグの、フグ、出た、粕漬けへーフグの卵巣ってすごい毒素なんですけど、はい、これを漬けることによってその毒素が抜けて、珍味、お酒のおつまみになる。その地域だけ作っていいの。あ、そうです。あ、そうなんですね、はいはい、普通に食べれるんですか。あ、ちょっとそれだけじゃ食べない、やっぱりお酒とか、ご飯と一緒に食べる、うんうんうん。加賀の丸芋って ありまして、丸芋結構特産なんですけど、はい、すってとろろにして食べるとすごい美味しいって、うん、今ちょうどこの季節、うん、加賀野菜的な感じで、お芋、お芋、丸芋、丸芋、はい、丸芋、ダラとか、ダラ、ダラ、ダラって何ですか。ダラはバカより言う、うん、何ですか、だバカ、あ、バカみたいな感じでダラって言うんですか。うん、ダラっていう、ダラ、うん、へえ、バカじゃない、ダラじゃない、へえ、そう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 、ダラじゃない、うん、もうバカじゃないって言うとちょっと口悪そうなんで、うん、ダラじゃないって言うんですよ。分かる人に分かっちゃうのかな。戻したー、すごい。緊張した。戻ってきてー。OK。よいしょー。いい音。地元のいいところ教えてもらいたいですけども、何かありますか。金沢美人。金沢美人。あ、お姉さんみたいなことですね。はい、はい、いいね、ノリがいいですね。美人です。ご飯も美味しいし、はい、お魚食べ物が美味しいです。おさっきもね、前の人も聞こえとった、お酒がうんぬんとか、お酒がね、日本酒最高、野口も最高、野口、うん、あ、お酒ね、通りの方、有名な、うんうんうん、甘エビ美味しい、甘エビ、
甘エビですよ。甘エビなんだ、うん、カニも解禁になったしね、うんうん、食べました昨日。おお早速ブリも今から美味しくなるしね。ああ そうなんだ、はい、ブリ食べたい。美人がいてお酒もご飯も美味しいよと。そんな優しい人も多いしね。優しい人も多い、人情に熱い人が、うん、もういい人ばっかり、面白いし確かに方言方言しますし、しますし、新しい、なんですか、しますし、ゴルフ、なんゴルフしますし、しましましょう、しましょう、サンドウェッジで打ちますし、うん、打ちますし、そう、合ってる合ってる合ってる、食べますしとか、食べますし、やりますし、やりますし、飲みますし、あ、覚えた、あとは、うん、じゅんちゃんかわいいじ、かわいいじ、かわいいじ、じーある、じーある、伸ばす、語尾を伸ばすね、そうやね、そう、かわいいじ、かわいいじ、かわいいじ、いいじ、いい言葉やともなんとかやじ、そう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 、すごい、いろいろあるんですね。そろそろティーショットいきましょう、ティーショットいきましょう、よろしくお願いします。オッケー、完璧、ベストポジション、ナイスショー、強い、オッケーオッケー、おー、ナイスショー、ナイスショー、いいとこ、ビッグドライブやね、素敵バー